お。やべ、これ絶対もらうやつ。どうよこれ。どうよ、新技なんだ俺の。そうね、こういうの見てから歌えんだね。まあでも割とね、まっすぐ走って壁にぶつかれば、食らって、やってくれる人、ちょくちょくいる。基本的にデスレ相手は、窓飛ばないとダメなんで、黙って飛んだ方がいいんですけど、本当は。さ、よくさ、デスレ相手にさ、窓越えたら、一発絶対食らう場所あるじゃないですか。二窓とかもそうだけど、小屋の窓とかもそうだけど、この窓越えたら、絶対一発食らうって時、絶対窓越えないとダメです、あれ。絶対越えないとダメ。もうね、諦めて越えるしかないんですよね。あ、それか、今みたいにしゃがむか。のどっちか。なぜ飛ばないとダメになるんですか？デスリンガー相手は、基本的にチェイスできないから、できないんじゃないですか、デスリンガー相手チェイス。できないんですよ。で、窓を飛んで、一発食らうような場所でチェイスしてる時点でもうチェイス場所間違ってるんですね。デスリンガー相手の。今の試合、開幕2窓でチェイスするじゃないですか。あれも速攻離れて、本当はジャングルとかに行かなきゃいけないんですよね。で、そのためには、窓越えて銃撃たせて、銃食らって、距離取って、相手がリロードしてる間に距離取るしかないんですよ、方法としては。そこで、その通常殴りされてしまうと、距離取れないで撃たれて死んじゃうから、まあ、銃使わせないといけないんですよね。だからもう諦めて飛ばないとダメ。二窓とかは特にそうだね。まあ、諦めて窓を飛んで、一発切られる。で、リロードしてる間に距離取って、二窓じゃないジャングルとかのポジションに行くと、まあ、チェイス時間伸びるかな。かなり伸びる。デスリンガー相手は距離取るのが一番の対策だから。まあ一番いいのは、窓を越えるような場所でチェイスしないことなんだけど、まあでも見つかってしまった場所が悪ければ仕方ない。